今日は、GF パフォーマンスの加賀洋平コーチおはようございます。おかげ YouTube に出ていただきましたありがとうございます。おはようございます。今日いろいろ お伺いさせていただいて、はい、恋のお悩みを恋のお悩みお便りコーナー今日ないんですけど格闘家の僕らを、はいはい、見ていただいてるんですけど、格闘技業界は筋トレ不要論論が、はい、もう定期的に満期起こるんですけれども、うん、はい、いや、はい、正直ね、はい、しなきゃいいのよ。お、いやだから俺は本当にうちのお客さんが一番重要だから、はい、やらないならぜひともやらないで、うん、やらないことを信じてもらいたいんだけど、はい、でもね、まあね、まあ、このビデオ始める前に言ったけど、可能な限りうちの子たちがこの得するためにはウエイトなんて流行んなきゃいいなっていう、うん、で特にまともなウエイトプログラムで流行んなきゃいいなとは思うんだけど、はい、これがいつ出るか知らんけども、はい、知らんことがドーピングだ、うん、ずるいずるいって、それを聞いて なんでウエイト否定できるんだろうっていう、そこに全てが至るんだよね、うん、体ドーピングしなくたって体って強くなるし身体能力高まるし、うん、当然だから単純に筋力が上がってパワーが上がってっていうのは起こるのよ、うん、それはドーピング使わなくても筋トレやればなるんで、うん、それでいてよくぞまあ筋トレ不要論だってなんかね、はい、なんかね、A 点と B 点が全然くっつかない残念な人たち、はい、A 点と Z 点の話してないからね、はい、A 点と B 点の話してるのにくっつかないんだよね。格闘技に筋トレはいらないって言ってる人たちもドーピングは絶対ダメだっていう矛盾に気がついてないのか、何なんだろうね、ちょっとあるし ね、だから気づける人がきっと合理的な考えを持ってて得できるんだったら、気づかない人たちにいつまでもどうぞ気づかないでくださいと思うんで、もう、ね、昔俺もなんかそれがなんか苛立ったからわーわー騒いだりするけど、今もう SNS わーわー騒がないんだよね。でもぜひとも気づかないでくださいぜひともやらないでくださいっていうに至るかな。なんか最近もうちょっといい体していいパフォーマンスする選手はあいつドーピングやってんだろう、例えばまあ K1 のゴールデンボーイ選手とか、ね、よく言われちゃうじゃないですか。あれのあとワン の、あのお米作りの方とか、はい、そうなんですよ、うん、あの風潮はどう見えてますか。俺はやっぱり、はい、まあね、あの第2者だから、はい、誉れだよね。あ、絶対あの子やってないし、はい、やるような子じゃねえし、はい、あの子はだから結局その持って生まれた身体能力と、それ回復力もね、はい、含めた身体能力の上で、筋トレバリバリやって、しかも適切にやって、うん、練習もひたすらやって、うん、であれだからね、誉れとしかわーわー騒いでなさいと、うん、あの子どんな兼業したって何も出ないからね、うん、大丈夫さんは絶対出ないです、ね、あの人もそうです。だからそう、持って生まれたはあるんだよね。持って生まれたってあのぐらいの体にはなるから、そうでもあの体になるためには筋トレしなきゃいけないんだよね。筋トレって凄まじく面倒だし、これは全てのアスリートにそうなんだけど、野球選手って野球やってる野球選手、ね、そのサッカー選手もサッカーやってるサッカー選手なんだけど、だけどプラスアルファでわざわざまともなプログラム、ウエイトトレーニングプログラムやって、野球に生きた体作り、サッカーに生きた体作りっていうのを必死こいてやる、はい、このエクストラのとてつもなく面倒なプロセスを組んでるから、そこやってる人にはやっぱり得してもらいたいじゃない。だから、まあ、さっきの話になるけど、はい、ぜひともやってもらいたくない俺が関わってない子たちは、はい、そんなそう、もう素晴らしいことをねやってる子たちが可能な限り得するためには、信じない人たちに信じてもらいたくない。その人たちわざわざ引っ張り込んでまで植えてやってもらいたくない。はい、ちょっと話は飛ぶんですけど、はい、格闘家だけじゃなく、例えば加賀さんが前に働かれていた、はい、僕のお母さんの母校、はい、仙台大学、はい、でこの間僕仙台行った時に、はい、加賀さんの教え子さんに会って、はいはいはい、加賀さんが来るまではプロ野球選手出したことなかった、うんうん、だけど加賀さん来てからプロ野球選手で何に行ってほしいんですか。その後続々出たね。あ、俺のせいじゃない、俺のおかげじゃないよ。でもきっかけを与えたはず、いやいや、何かしらのきっかけを与えたはずです。だから結局人が生まれ持って、持ってるそのポテンシャルがこれだったとして、単純にこのぐらいにしか達せないっていうのが多くの場合、はい、で一生懸命練習すればするほど、このぐらいあったポテンシャルの、その真面目であればあるほど怪我だったり、うん、もしくは無駄なことっていう、単純にその走り込んじゃったりね、うん、そんなことでポテンシャルのここにしか到達してない子たちがいて、うん、それを
俺が仙台大行って筋トレを教えてっていうことで、はい、そのここにあったポテンシャルのこのぐらいまで到達、このぐらい、このここは残したままね、はい、このぐらいまで到達させた結果が、うん、あの彼らのそのなんですか、競技者としての成功だったりするじゃない、はい、でもまあさっきの話はウェイトトレーニングの多分何よりの一番のこの利点は健康でいさせることだと思うんだよね。これはもう岡田君も健康、はい、健康をけもう経験してくれてると思うんだけど、まさに、まあ、朝起きて肩痛くない、腰痛くない、膝が痛くないっていう人生って豊かにするよね、人生ね。で競技者を競技練習の質を上げるしね、うん、それを考えたらやっぱりウエイトは まともなウエイトはやった方がいいと思うんだよね。それが多分あの今の仙台大の子たちがこう、ね、プロに行って活躍してっていうところに至るんだね、うん、まあ、プロ行って活躍してっていうと俺が育てた熊原活躍せず引退したけどもいやいやいやとはいえね、はい、彼がプロに行けた理由はやっぱり彼が健康で力強くて急速が速くなってっていうのはあったんじゃないかな。僕も本当にこう体験なんですけど、もう自立通わせていただいて、もう僕ぐらい35オーバーの格闘家ってもうボロボロなんですよ。僕から知らずっと慢性的にあって痛いとこ痛いとですね、僕それないんですよ、うん、痛いとこどこもないんですよ。だから、まあ、この間もうちの石井龍馬が、うん、ははそうね、まあ、あれだったんですけど、岡田さんの体変わってもらいたいです。そうだよね、はい、まあね、それこそ石井君じゃないけど、はい、事故で怪我は絶対あったら、うん、特に格闘技なんかは絶対にあるけども、はい、それ以外のところは可能な限りペインフリーでね、うん、生きていただきたいし、 そうすりゃ、まあ、だって何35だっけ、まだ僕35でしょ、まだまだ、あ、まだあんなまだ強くなるよね。まだ強くなるし、体はまだ変化できるよね、うん、そうでしょうよ、やっぱり。こう格闘家がよく課題がちなのが腰痛だったり、ね、まあ、膝もそうですし、うん、まあ、ちょっと肩とかもあるんですけど、そうね、まあ、そこら辺っていうのはやっぱこう正しいウェイトで、はい、自信はある。いや絶対大丈夫とは言えないけど、うん、でも 俺は自信あるな、うん、やっぱり肩、腰、膝で、俺肘って言わないね、はい、肘はやっぱり、まあ、野球選手みたいに肘は怪我するものは怪我しちゃうんだけど、うん、でもこの肩、腰、膝にかけてなんか痛いんですってうちに来たクライアントさんたち、アスリートたちはどうにでもなってる気がする。うん、そうですね、うん、聞いたことないですね、うん、まあ、自信も腰痛持ちで、ね、あ、そうか、僕もたまに腰痛くなってたんですけど、一切なくなりました。これはね、はい、そう、やっぱりじゃなきゃ嫌じゃない。だって体強くなりますって言って重り持たして我慢させてちゃかまして上がまし、まあ、立ち上がってなんて言ったら強くはなっから。うん、だけど腰痛いんじゃ本末転倒だからね。日常の中でも競技の中でも痛くないっていうのを導き出すのが多分ここにね、時間とあと体力、まあ、当然お金を費やす価値でしょうね。うん、あのこれを見てる人たちがやっぱ筋トレやった方がいいんだなって思うわけなんですよ。まあ、ただう、ね、こうじゃあ自分で24時間ジム行ってこうめちゃくちゃホームでスカッとしたら腰痛くなくなると加賀さんと岡田が言ってたでやられてもちょっと困る。ウエイトのせいにされるよ。してくれよ、もうしてちょうだい。まあね、だから、はい、まあ、それこそ俺なんかはノートでほら運動の仕方出してそれでもね、加賀のやり方でやったら腰痛くなった。あ俺おめえのこと見たことねえやつよ。実際に学びに来てくれよっていうのがあるけど、でもそこでね、まあ、僕以外にも当然まともなストレングスコーチいるしね、その中で学べば、まあ、時間費やして、まあね、お金のないその格闘家たちには悪いけども、でも何かしらちょっと何かを我慢していく価値はあるんだろうね。いや、間違いないです。うん、そうすると、うん、あと体との付き合い方とか、あとこのなんか準備の仕方っていうのも、はい、まともなストレングスコーチのところに行くとなんか俺らにしても当然のこと当たり前のことだけど意外と目から鱗として捉えてくれるんだよね。俺は絶対何走り込みとかさせないし ね、 そうですね、そう絶対にさせないし、なんであれ走り込みなんかさせないし、それは否定されるんだよね。それは格闘技として良くないみたいな。何言ってんだろうと思うんだよね。それ以外に体力のつけ方、はい、特に格闘技なんてそれこそ基本なんか3分3ラウンドだし、3分5ラウンドの MMA、はい、チャンピオンシップだって5分5ラウンド、はい、それってもう枠が決められてんだったらコンディショニングすごい楽なのよ。ああ、なるほど。うん、それよりこうそれこそサッカーの方がより面倒だし、あ、確かに、
バスケだ、まあバスケやる時間決まってっけどね、でも動く比率やら何やらとかも考えてコンディショニングしなきゃいけないけども、しかも長ったらしいことしなきゃいけないけども、はい、格闘家はそれは、うん、体力が持つし、あのその体力をキープしながら練習する体力さえあればいいんだもんね、うん、走り込む理由っていうのは、だからだらだらとジョギングとかなんかするさせたくないしね、せっかく作り込んだその下半身のパワーとかっていうのもそれでそがれちゃうからね、はい、だから、まあ、さっき言ったストリングスコーチにつくとそういうことを教えてもらえるんで、そういう利点はあるかな。例えば、まあ、走り込みであっても、はい、競技練習を長い時間ずっとやり続けててもちょっとそがれていってしまう、そうだ、ね、体の能力みたいな、うん、だからな、まあ、競技コーチにはもうだからだらだら練習させるのは簡単だから、うん、ね、長いことやっていろんなもの突っ込むのは簡単だけど、だけど可能な限り2時間やら何やらの中で可能な限りいいものを、一番価値のあるものを突っ込むっていうのも、だから競技コーチなんかも俺らのとこ来ると学べることあると思うんだよな、それは、ね、合理的にものを考えるっていう、でスポーツ科学って合理的なものの考え方で成り立ってるから、可能な限り削いで削いで削いでのスポーツ科学なんでね、はい、それを学ぶためにも来ていただけると面白いですしね。もしかしてじゃあ MMA のコーチがジェイスに通うのも OK ですか？通ってる、まあいやありよ絶対、はい、だからね、まあ、これからだから岡田君がねコーチとして成功していく過程の中で、このメンタリティとかこのアイデアを欲しいなっていう、うん、で本当に真剣になってその自分の手元のあのね、ファイターたちを育てたいなっていう人たちいたら、そのファイターを育てる存在が伸びたらこう広がるんじゃない、ファイターに、はい、その方が効率いいよね、ファイター一人一人来るよりね、ぜひとも指導者さんには来てほしいね。指導者さんどうでしょうか。いやいいっすね、ぜひ。ダメか、ライバル作っか。いやライバル作るんだ。いやいや、もう岡田君のライバル作るんだ。まあでも日本格闘技界のために。そうだね、はい、面白いからね。お母さん、僕も含め格闘家の方も見られてるんですけど、はい、格闘家を指導する、見るときになんかこう気をつけてるポイント、まあ言える範囲でいいんですけど、はいはい、まず体重ですよ、ね、あその子が 何キロ出てるのか、うん、当日計量かそれとも前日計量かっていうのはまずは聞いて、で当然うちに来る以上試合に臨んでくるから、試合に向かってくるから、はい、その子の体重を聞いて、あんたその体重出てんのだったらこれしましょう、あれしましょう、できるアドバイスもあるだろうし、うん、あその体重だったら別に今のまま行こうねっていうのもあるし、ね、はい、あと上げる重量もあの例えばあのそれこそ今ねうちに来てる K-1 チャンプなんかはとんでもない才能があるからこそ、あのボディービルダーにしてもきっとすごいことになっちゃうだろうなっていう身体能力の子たちには一定のレベルまで筋力を高めても、うそんなに、いや上げるに越したことないけど上げたら筋が太っちゃうから、うん、だったらここで抑えとこっていうのを気にしなきゃいけないし、僕もなんかそういう気がある。そうこれ以上ちょっと上げてあんた大丈夫って言ってたんだ聞いたじゃない、はい、それは気にするよね。なるほど、うん、だって落とすのは当人たちだからね、うん、強くするの勝手に俺強くしちゃってさ、確かに限界値はあるとし、いや才能があれば岡田君もそうだけども、いやその身体能力お化けたち、そのいわゆるこうなんていうのかな、勝手に強くなる才能を持っちゃってる子たちは伸びるからね、伸びちゃったら筋が太っちゃうから、はい、それを落とすの当人でしょ、うん、それは無責任にならないよね。あだからそこは一応気にするかな。なんか印象ありますか、他の競技の選手たちもたくさん見られてる中ではい、はい、格闘家ってなんかこういう印象やつら多いよねみたいな、 あれば、まあ、精神的にはおかしいですねだけどさ、グラップラーもそう、まあ、打撃違うとはいえやっぱり懐に入れたくないから、この手のパターン、この肩の人多いよね。これも分かってるからこそ格闘家が来ますっていう前提で、まあ、実際に初めて動きを見るときにはやっぱり、あやっぱこれか、このパターンか、じゃあこっちが気にさせようとかっていうのもあるし、でも何気にこれがいろんなところに、ね、うちの運動、これがだとできない運動とか気にしなきゃいけないところが増えるんで、これは結構最初に手をつけるんじゃないかな。格闘家さんたちは何気にこれにちょっと最初戸惑うんじゃないかな。僕も未だにですね、やっぱそのこれができなくて、このね、ずいぶんでもこう入るよね、だいぶ入るよね、最初なんか、なんかもう肩甲骨をなんかくっつけろみたいな、分からなかったですで、まあそれこそ言っとくと競技やって、競技がこれだからこれが正しいんじゃない、人間としてはね、
人間の体の中にはこういう風なする能力もあって、この能力があってもこれはできるからね、うんうん、であるならばいろんな能力を体に含む中でこれがあった方がまず腰痛がなくなるし、うんうん、引く力もつくしね、うんうん、だから引く力がついた方が絶対にいいんであるならば、これはこれしかできないんであれば直した方がいいんだよね、うん、だからそのこれは全ての競技に移るとこの競技やってると体がこうなるからそれが正義かっていうとそうじゃなくて、いろんな身体能力をつけてってあげる中で、この身体能力ないんだったらこの競技でたとえそうだったとしても逆側の身体能力つけた方がいいんじゃないか、それが筋あの健康ってやつね、うんうんうん、健康につながるからね、だからどんなアスリートでも健康のために必要な身体能力があるんで、そこは無視できないね。母さん、ありがとうございます。どうもございます、はい、何か格闘技業界に生きてる間に UFC チャンピオン見たい、はい、あそれで、うん、頼んだよ。いや一番近い、そうだねよ、怖い、ね、それお前やったら、あとはね、やっぱり実力的にはそりゃね、メディアで頑張った海君が有名なのわかるけどもね、君の後輩たちにももっと有名になってもらっちゃう。それが多分本当のあれじゃない、 UAC っていうのがもっと上に上がって、みんなの認知度の中でね、はい、上に上がって日本の中でもお金儲けができるぐらいの、ね、その人材になるといいよね。そうするとなんかもっと夢が増えるので、ぜひそこに貢献してください。あのこれを見て加賀さんのところに通いたいという、はい、ぜひ覚悟を決めて、はいそうこの階段登るときは憂鬱だった。あのみんな GS の仲間たち、みんなそうね、はい、そう多くの人がここ入ってきて蹴られて上に上がってくるからね。まあね、ああそこまで、まあね、辛いこともしない人もいるんで、はい、いやでもぜひおすすめです、はい、はい、じゃあ川さんありがとうございます。またありがとうございます。はい、格闘技業界よろしくお願いします。